激痛足つぼマッサージを受けてる選手はどっち？おっと眠るように岡選手、これは我慢しているのか。おっ、鶴岡選手も全く動じない。少し白い歯も見えていると。5、3、2、1、終了。絶対勝ちちゃう。足が鳴ってる。鶴岡選手の足が、角さんが痛い。角さんが痛いね。さあ、角中選手、では真実の発表をお願いします。僕です。なんと岡選手が足つぼマッサージを受けておりました。見事。ここは